マスターグレードを進化させたハイエンドブランド、マスターグレードエクストリーム。発光ギミックと稼働を両立させたその第1弾となるユニコーンガンダムがついに登場。今宵はこのガンプラをレッツクラフティング。ズズズイッと、でっかい箱が。どうもこんにちは、クラフターです。今回クラフティングするキットはガンプラ40周年を記念するアニバーサリー新シリーズ、マスターグレードエクストリームユニコーンガンダムです。お値段は 25,300円、超高級キットですね。そして箱もめちゃくちゃ大きい。こちらエントリーグレードのガンダムですが、見てください、この違い。10箱分ぐらいありますねこれ。はい、キットも並べてみました。この大きさわかるでしょうか。早速箱を開けてみますね。よいしょー。かー、これはちょっとすごいですよ。ランナーがパパンパン詰まりですよ、もう。くーわ、すごっ。ランナー数えてみますね。1、2、10までしか数えられないクラフターには数えきれないランナー数。はい、というわけでね、とてつもないランナー数であるわけなんですが、中身を確認していきましょう。まずこちら、水転写式デカール、むちゃくちゃ入ってるよ。でもシールじゃないのが嬉しいですね。そしてクリアパーツのビームサーベル。このキットは発光ギミックが肝なので、クリアパーツも多数内包してます。サイコフレームは乳白色ですね。あとはホイールシールが1枚。ボディ内部に張り巡らせるのはこの LED シート。これを使うことで発光と稼働が両立できるんですね。こちらが台座に格納する LED ユニット。中身はというとこんな感じになってまして、こういったボックスタイプですね。中に電池を格納します。では早速作っていきましょう。まずはパーツをランナーから切り出していきます。使うのはタミヤさんの先細薄刃ニッパー。ランナー数が多くて絶対ボックスが足りないんで、今回は紙コップを使っていきます。多分紙コップもめちゃめちゃいるけどね。パーツの切り出し完了です。かなりの分量ですね。続いてこちら、アルティメットニッパーを使ってゲートを二度切りしていきます。このキットは比較的ゲート跡が目立たない構造になってます。アンダーゲートも多用されてるんですよね。アンダーゲートというのは、なんだろう、見えない位置にゲートがある、このようにパーツの内側にゲートが残るタイプのものをアンダーゲートと言います。このアンダーゲートが多用されているので、塗装せずに素組みするだけでも綺麗に仕上がるんですよね。サイコフレームは乳白色です。LED の光を内部で拡散させる構造になってます。おそらく蛍光塗料が練り込まれてますね。試しにブラックライトを当ててみましょう。おー、やっぱり光りますね、かなり。美しい。ゲートを二度切りすると、このようにランナーくずがたくさん出ますので、こんな感じで集めて一気にゴミ袋に捨てます。ザラザラザラ。はい、綺麗になりました。今回サイコフレームは塗装しません。その代わりクリアパーツなので綺麗にヤスリがけを行います。まずはゲート跡をヤスって、紙ヤスの2000、4000、6000、8000、1万番までかけてツヤツヤにします。塗装するよりこっちの方が大変です。こんな感じですね。よく見えないけど、ゲート跡が分かりますでしょうか。2箇所ついてるんですよね。これを削って、細かい番手のヤスリで整える。1万番をかけてこうなりました。分かりますでしょうか。こんな感じでキラキラになりました。その他のパーツは普通にヤスリがけを行うんですが、棒ヤスリでこのように削って平らにします。600番ぐらいのヤスリで整える。ただめちゃくちゃパーツが多いんですごく大変です。そこで今回は例のアイテムを使います。じゃがじゃん、ペンサンダー。はい、これ知らない人もいるかもしれませんが、スイッチオンでこのように先端がバイブレーションします。まずは600番の紙ヤスをカットして、よいしょ、こんな感じで半分に切りました。そして両面テープをこのように貼り付けて、
今両面テープって呼ばないんですかね。これおっさん用語でしょうか。ハサミで華麗にカット。紙ヤスを先端に貼り付けます。完成です。電源ポチー。おお、ナイスバイブレーション。ウォリアードリアー。墨入れの際に墨がきれいに入るようにモールドはすべて彫り直します。頭部パーツなんかは目立ちますんで、きれいに仕上げたいですよね。このキットディテールが少なめなのでちょっと追加します。まずはドリルビットでパーツにリベットモールドを追加します。あとこういった作業は危険ですので手袋をした方がいいでしょう。クラフターは手袋をしてませんが、特殊な訓練を積んでいるので大丈夫。次にこちらのスピンブレードを使って先ほど開けた穴を整えます。これを使うと穴が綺麗な円柱状になります。仕上がりはこんな感じ。さらにこのスピンブレード、彫刻刀みたいな使い方もできます。このようにパーツにブスッと差し込んで、反対側からも差し込みます。こんな感じに溝を彫り込んだら、タガネを使ってきれいに整えます。使っているのは 0.3 ミリのタガネですね。細かいヤスリで表面を整えて、頭部パーツはこんな感じになりました。ディテールが少ないところには筋彫りを追加したりもします。筋彫り用ガイドテープを貼り付けて 0.1 ミリで彫り込みます。筋彫りの先端を削り取ります。こんな感じでえぐったところを整えます。こんな感じに追加してみました。ふくらはぎのパーツが特に寂しいんですよね。いい感じに切り出したガイドテープを貼り付けて溝を掘っていきます。穴も開けときましょう。はい、パーツの処理が完了しました。ヤスリだけで30時間以上は優にかかってます。まあ正直今回のキットは完成までに2回ぐらい徹夜してますからね。塗装していきましょう。まずはグレーのパーツから。ちょっと大きさ比較でイージスナイトを置いてみました。しかしビームガドリングガンの6丁分は結構大変です。メカサフスーパーヘビーで塗装します。今回は台座も塗装しますんで、新品のメカサフですが、これ1本なくなるんじゃないかな。濡れども濡れども終わらないというね。塗らなくてもいいかなとちょっと思ったんですけど、塗らないとまんまプラスチックですからね。頑張って塗装していきます。ガンプラの塗装というより自動車のパーツか何かを塗装してる感じです。全然終わらねえわ。続いて外装パーツの塗装です。まずはこちらサーフェイサーエボシルバーで下地作り。スラスターノズルのような小さいパーツは段ボールに両面テープで貼り付けて一気に塗っていきます。ホワイトの外装をシルバーサフで、こんな感じ。サフが乾いたらホワイトを塗装します。今回はホワイトパールを混ぜてちょっと金属感のある白を作りたいと思います。ホワイトパールを大量に混ぜて塗ってみましたが、なんだろう、パールどこ行ったって感じですね。バーニアの内側を赤で塗ります。もうめんどくさいので筆塗り塗装します。エアブラシ塗装完了したので墨入れしていきます。使うのはタミヤさんの墨入れ塗料ダークグレー。よく振って墨入れしていきます。この時にディテールの彫り直しが生きてくるんですよね。やっててよかったって感じになります。めちゃめちゃツーッと入っていきますからね、墨が。ボケ取りやないかい。組み立てしていきます。一つお伝えしておきましょう。このキット組み立てが結構大変なんですよね。こんな感じで内部に LED シートを入れながら組み立てるんですけど、これがどうして結構大変なんですよ。ピンセットを使って折り曲げながら作業していきます。組み立ても普通のガンプラと全然違うのでとても時間がかかりますね。クラフタ10時間ぐらいかかったんじゃないでしょうか。水転写式デカールを貼っていきます。デカールを切り出して水につけて貼っていく。
はい、ここで気づいた、貼り間違えてますね、これ。皆さんはこういった初歩的なミスがないように気をつけましょう。もうとにかくデカールがたくさんあって、シールドは3枚、ビームガドリングは6本ありますからね。こんな感じで分かりやすく置いておくと貼りやすいかもしれません。というわけでデカールを貼り終えたら、マスターグレードエクストリームユニコーンガンダムの完成です。クラフタチャンネル。まずは MS ケージ。かなり迫力がありますね。これだけで2万5000円中の5000円ぐらいかかってそうです。背面にある3本のアームはシールドファンネルを光らせるためのものです。続いてユニコーンガンダム本体です。ごめんなさい、ちょっと股間が開いちゃってますね。これで見るとこんな感じ。ディテールは結構追加しましたが、全身がホワイトなんでシンプルですね。では MS ケージに格納してみましょう。まずはユニコーンガンダムのこの後ろのカバーを取り外して、台座の部分にドッキングします。この台座から電力が供給されるシステムになっています。そしてケージをかぶせる。作業用デッキを閉じていきましょう。では早速 LED を点灯させていきます。電源をオンにして、電源ポチー。照明落とし気味で撮影してみました。いや、これはいいね。このアーマーの隙間からこう木漏れ出るグリーンの光、これが非常に美しい。光量も申し分ないです。かなり光ってますね。このキット、コクピットハッチも開きます。ここがまた美しいんですよね。こんな感じでハッチを上に引き上げて、うわお、中身のこのサイコフレームのグリーンの光、ちょっと下から覗いてみましょう。バナージが見えるでしょうか。ここですね。そしてカーディアスビストもいるんですよね。ちょっとこう乗せちゃいましょう。まあ乗せなくてもいいのか、コクピットのとこから弾き出される感じでしたもんね。バナージ、私の望みは叶ったよ。アンナ、父さんという感じでね、発信しましょうか。武装類は非常に豊富。シールドが3枚にビームガドリングが6本、そしてバズーカとビームマグナムと。ビームマグナムってめっちゃかっこいいですよね。このマガジンのこの取り外しのギミック、カチャッと取り付けて縮めてフックする。シールドにも発光ギミックがついています。このように羽を広げて、ビームトンファー部分のパーツを一度取り外して、この中にも LED が仕込まれてるんですよね。ちょっと短めのパーツに差し替えてはめ込みます。そしてその隙間にシールドを装着。武装を構えて光らせてみました。なかなかいいですね。バズーカは背中にマウントすることができるんですね。この背面のバックパックにぶっ刺します。ビームガドリングにグリップを取り付けて、そしてこれを2丁持ちさせてみましょう。ちなみにビームマグナムはこのように前腕部にマウントすることができるんですね。はい、めちゃめちゃ重装備のユニコーンモードです。ではデストロイモードに変形させましょう。背中のフックを外して伸ばします。そしてまたフックを閉じる。胸を左右に開いて前方のハッチを開けます。肩のパーツを引き出す。先端をくるっと回転させて、そして引っ張ります。まあなかなか変形は大変ですよね。でもリアルグレードに比べると簡単です。伸ばして広げる。足はかなり大変だったので割愛。頭部はこんな感じで上に上げて、中から頭部が出てくる構造になっています。このギミックはすごいな。
最後に左右のカバーを取り付ければユニコーンガンダムデストロイモードの完成です。じゃあライトをつけてみましょう。そして NTD 発動。正直クラフタの撮影技術が未熟、実際はかなり美しい発光です。アップではこんな感じ。赤の発光はまがまがしくていい感じですね。白に赤って似合いますしね。そしてこのツインアイの光量がすごい高いんですよね。ビカーッと光ってる感じです。ここも LED でかなり光ります。この暗めのカラーに内部が発光っていうのがいいですね。シールドファンネルを展開していきましょう。こちらの専用台座、このケーブルを本体の台座につなぎます。ケーブルをぐっと伸ばして2丁を連結させたビームガドリングをシールドにマウントします。カチャッと。そして台座に差し込む。これで完成。3機のシールドファンネルが展開。この独立して1機1機が光るっていうのがすごいですよね。それがこの MGEX の凄さですね。最後にシールドファンネルを連結させてシールドファンネル3機合体。こちらで光らせてみましょう。こんな感じになってます。ターンテーブルにとても乗る大きさじゃないのでそのまま直に置いてます。いやー、美しい、美しすぎる。はい、というわけで今回はマスターグレードエクストリームユニコーンガンダムを全塗装で作ってみましたけど、ほんとこれはもう超ド級のキットです。まあご覧いただければわかると思うんですが、この発光ギミックと付属パーツの数々、そして MS ケージやシールドファンネルなどなど盛りだくさんですからね。そしてそれらが光るというね。確かに制作はもう何十時間かかったか全くわからないぐらいとにかく大変だったんですが、この出来上がりを見るとその疲れや苦労が全部吹っ飛びますね。やっぱりより手強くてハイエンドなガンプラが作りたいという方は購入してみてはいかがでしょうか。ちょっと2万5000円というのは高いんですが、それだけの価値のあるキットだと思います。今回ご紹介したキットやツール類の詳細に関しては動画の概要欄に載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。